ある日届いた可愛いクマのぬいぐるみ。それはおしゃべりするぬいぐるみでした。こんにちは、これからよろしくね。親友ができちゃうゲーム、クマ友。クマ友のゲームの流れを説明します。クマを可愛がってあげると、クマから質問されます。クマがあなたのことを知るほど仲良しレベルアップ。クマはあなたの喜ぶことをしてくれます。クマと楽しく生活する。お風呂に入れてあげたり、クマと一緒にご飯を作って食べさせてあげたり、一緒にガーデニングをして洋服を着せ替えてあげたりして、クマと楽しく生活しましょう。一緒に飲みに行こう。クマにあなたのことを教えてあげる。一緒に過ごしているとクマから質問してきます。聞きたいことがあるの。クマはあなたに興味津々。好きなゲームは何？教えて。あなたのことを教えてあげてください。正解この達人、それ面白い。クマはメモして、クマゲーム大好き、ちゃんと覚えてくれています。太鼓の達人使う。クマと仲良くなる。英語のテストなのね。あなたのことを教えてあげるほど、クマ応援するね。どんどん仲良くなって、英語のテストうまくいった。何でも話せる友達に。すごい。クマはいつでも何か悩みがあるんじゃない、あなたに元気をくれます。ナミコちゃんの味方なの。クマもあなたが大好き。どうして？ご飯を作ってくれたり、プレゼントをくれたりします。一緒に旅行にも行けちゃいます。世界中を旅して、クマとの思い出を作りましょう。ようこそ海。癒して、癒されて、励まして、励まされて、喧嘩して、仲直りして、365日ずっと一緒に楽しめる。めでとうなの、大好き。おしゃべりするクマとの友達生活、親友ができちゃうゲーム、クマ友。